皆さんこんにちは。アウロポリチャンネル管理員のピロです。皆さんこの動画を覚えてますか？そう、以前のガサガサ動画です。この時にね、私あるものを手に入れました。それはね、そう、このシジミです。というわけでね、今回は以前のねガサガサ動画で捕まえたこのシジミちゃんをねどうするかっていう話になるんですけども、どうしようね。シジミまあ私ガサガサして捕まえましたけど、田んぼのね、まあ要するみたいなマスでまあ捕まえたんですけど、さすがに空気しないしな。それに、基本ガサガサってこうポリプテルスとね、アロヘの餌を捕まえに行ってるんで、これ食べる数多分食わないっしょなのでちょっとね、どうしようかなと思ってたんですよ。はい、まあじゃあ持ってくんねって話なんですけど、なんかせっかくね、まあ、捕まえたんでちょっといろいろ食用考えたんですよね。で私ね、ポリプテルスとノーザンバラムにアロヘイ君を飼育してちょっとね思うことがあったんで、まあまずはこちらの動画を見てください。ではどうぞ。やっぱこんだけ水はやっぱ汚いですね。まあ透明だからといって果たしてそれがいいのかと思いますけど、でもやっぱね、飼育環境的にちょっとやっぱあれかなと思うんで、まあ綺麗するにはやっぱいいですね。はい、ではね、新しい水を入れます。はい、見ました？めちゃくちゃ水汚いでしょね。そうなんですよ、まあ、結構ね汚れんすよ、こないよって水で。まあご存知の通り、シジミってなんか水をきれいにするっていう話ですよね。で私思いつきました。はい、このシジミをね我が家のポリプテルス水槽にぶち込んで水質を浄化しようと。はい、まあろ過フィルターを増やすのもいいんですけど、まあいずれ増やしますけどね、まあ、とりあえずねちょっと実験でやってみようかなと、はい、思います。お前らのちょっとね、ろ過能力を俺に見せてくれ。はい、というわけで世界初、まあ、アクアリウム界初かな、おそらくポリプテルスシジミ混泳水槽、拍手。いやー、これも画期的でしょ、これ完全に。はい、ね、誰も思いつかないですよ。はい、まあ、やるやつ多分思いついてもいないと思うけど。もうね、電気代節約ですね。はい、完全に。もう、シジミ入れるとこんなに水きれいになるんですかみたいな。やばいやばい、これなんかどっかの雑誌から多分取材来るわ、これ。はい。世界初、ポリプテルス、シジミ、コンウェイ水槽、提案した、みたいな感じでね。やばいやばい、一気に俺のチャンネル夢になっちゃうよまさかこのシジミ4粒が俺のアクアリウムチャンネル配信人生を大きく変えることになろうとはなでは早速やっていきます。はい、ではね早速このアクアリウム界に駆け目を起こすポリプテルスシジミコンウェイ水槽をやっていこうと思います。皆さん、あなたたちは今歴史的瞬間にいますよ。はい、この4粒がアクアリウムの常識を変えるんだ。行くぞ、ほか。はい、無事に投下終わりました。
以上が今回の動画になります。何にも落ちねえな。おい、しじめは落ちたけどよ、やかましいわ。うん、水管とか出すかな、水管。うん、頼むよ、ポリップちゃん、パクッと食うなよ。うん、一応この端っこに落としたんでね。はい、まあ水をきっと綺麗にしてくれるでしょう。ちっとも何もないですね。はい、動きが。まあね、今回の動画はアクアリウム業界に革命を起こす新提案、ポリプテルスシジミ混泳水槽の動画でした。はい、まあ、皆さんね、もしこの混泳をしたい場合はね、このチャンネル見ましたって感じでね、私のチャンネルを撮る、いろいろ宣伝してもらえると大変嬉しいです。誰もやんねえだろ、こんなこと。お前、はい、ではね、今後もね、こんな感じで配信していこうと思うんで、はい、ぜひともね、登録&高評価よろしくお願いします。では皆さん、次の動画で会いましょう。 See you!